さあお待たせしました。あ、ちょっと待って、一回ショー切るから。さあ一戦だけね、ちょっとやらしてもらいます。いや、5000万対決じゃなくて、ポンさんが俺自張り5000万で賞金、賞金もらって、配当もらって、スケさんボコボコにすればいいんだろ、楽勝じゃんって言ってきたから、特に俺張るって言ってないんだけど。さあ、一戦だけちょっと練習させてもらって、これ終わって、いや俺も自張りはするけど5000は払えない。なんてかお金がないかな。かけるよ。お任せ。おお、厳しい。盛り上がればいいっしょ。オッケー、じゃあ行きます。ちょっと練習で一戦だけ。あ、これかけないよ。この後張りありますから。2先で了解。さあこの後ね、2先で行きますので、マジで？ふふふ。中田君怖えよな、ガチで。でも負けない。さあ行こうぜ。あー、ベホイも入っちゃった。
うわやばい。うわ、あ、オッケー。やばい。あ、ピーク行ってないか。いや、間に合うか？OK。世界の誰よりも輝ける、そう信じて生きてきたのは確かなんだ。でも世界の誰もがそう輝ける、そう信じてこれから生きていけたらどれだけ素敵なんだろう。僕ら、うわー、マジか。OK。 はい、ということでありがとうございます。練習ありがとうございました。よし、さあ的場を的場、あ、的場じゃない、ごめん、六道ルゼオピー君、おじろありがとう。視点が甘い、なるほど。わ、全ツッパに褒められた。本当に？ちょっとあんまり、ちょっとこっからは本番だから、ちょっと6度、みんなに練習付き合ってくれた代で10万ずつ渡してください。はい、
たまいい動き言うな。はい、ありがとうございます。さあ、いよいよポンチュータと戦っていきたいと思います。ありがとうございます。どうしよう、これポンさん5000万自敗するって言うんだけど、前からしたら考えられないくらい上達してる。あ、本当に？いや、ぶっちゃけ言っていい？この3人はね、え、ファランクスしてたよ俺。5000対5000。いや、5000あれだけど、俺破産するけど大丈夫？さあどうします？5000万と言っておりますが、あ、優しい。あ、それならいいかもしれない。え、奥持ってない持ってない、全然マジで5000万ぐらいだ今。本当にないよ俺。これフィクコロって終わったの？フィクコロって終わったのかな？賞金自腹4000万いくんだから、オッケー、じゃあちょっとベッドで決めますか。ベッドで入るかな、ベッド。オッケー、1000万か。今聞きます。オーケー。今日も君は信じること忘れずに目覚められていますか。時が経つと自分さえも信じれなくなる時代のようです。待ってね。センスいるんかい。
矢吹、エイト、え、強くね。やべえ、緊張してきた。緊張してきたよ、これ。自信満々っすね。職は誰が誰だよ、これ。全粒さ、全粒エイト総領、エイト総領、矢吹戦士、さあ、これミラー構成ですね。だ、俺モンハンわかんねえっす。はい、決まりました。決まりましたよ、皆さん。皆さん決まりました。え、あ、ミラーじゃないね。全然ミラーじゃないよね。なんで俺旅の手でいたんだろう。なこれ。なんかキーボードが効かない。さあ、行きたいと思いますが、皆さん、あ、人いなくなっちゃったけど、人、あ、いた。さあ、いよいよ、ガチ対決？ガチ対決いきたいと思います。こちら、ちょっと10万からにさせてもらいます。せめて戦う前はさ、ちょっとあんま仲いい感じ見せるのやめようよ。さあ皆さん、始まります。いよいよ始まります。郵送しました。ゲストって書いてあるけど、はい、ラピスから。さあ、ラピスはどちらに？スケに。さあ、今回はちょっと10万ゴールドからにさせてください。お、まあバランスがいいだったらそれはそれで面白いかなと思いますが、郵送しましたって誰だろう。さあ、ポンチューターが4000万張ってる。ということは、お、スケ軍160倍とか、なんなんマジ。ニャポね、ニャポ1、10、100、1000万、10万、100万。マコに200。
やっぱあの小手半つけてほしいな。さあ一気に下がった。スケ30。いやここオレンジじゃないんだよ。郵送でお願いします。了解です。さあノリから、あ、はい、あ、ポングに200で OK。 はい、レンが、レンスケに40、スケに40。はい、で、朝日がポンに200。いや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 、はい、ノリジバリの30。はい、ロニーから、さあそれでもね、ポンさんは人気ですからね、周りから慕われているので、ポンさん応援してくれる方もぜひぜひベットしてやってください。そうですね、最初もうあのちょうどね、この前で俺ねドラクエを完全にインストールして始めた日からはちょうど1年経ったんだよ。はい、ハッティはこちらにね。1年経って、まあ、コロ始めたぐらいの時かな。うん。夜中ポンさんと先輩とかと一緒に、コロ連行こうぜと誘ってもらって、いろいろ魔法の立ち位置とか教えてもらったのが、そうですね、半年経つか経たないかですかね。これってポンさんにかけてもお金減るってこと？減らない。1.1 保証があるから。だから100かけたら110万で、あの、返ってくる。スケ軍勝ったら50万、うま。ということで、スーメロがスケに50。1.1 保証がありますから。なるほど。うん。ぜひぜひ。さあ、今日メインイベントですよ、これ。2先です。はい、プータンがスケ軍に。オッケー。ウェッジがスケに50。これかける側もちょっと難しいかね。ナイスケさんに300。3回ですね。ウェッジがスケに50。はい、バレンシアがスケに300。ポン以外の言うな、ポン以外の言うな。だったらこっちスケ以外の3人うめえぞ。さあ、マコジバリの50。赤マフ。これ島田かけに来ないの？島田。ポンチーム200。はい。
さあポンジュータの合計5000万を奪うことができるんでしょうか。さあまだまだ受けております、まだまだ受けております。さあ一応ね10万からなんですけども、10万からなので、自分のね応援してる方に、ベットをするっていうのもありかなと。そういうのがあったらモチベーションも上がるんじゃないでしょうか。さあコトちゃん、その代わりね、やっぱベットしてくれた人はもうね文句言っていい、うん、のりくん、おい、ことちゃんがのりに100。これからいきます。はい、了解です。さあまだあと、そうですね、3分ぐらい見てますけども、あ、100じゃない、さあまだまだ受けております。さあコトちゃんがノリに200。はい、光秀、さあそれでもまだ4倍ついてる。スケジュール、さあ二先の旅構成あり、1000万総取りの自張りしたポンチューター4000万。さあムーン、さあポンチュータを応援してる皆さん、ポンちゃんに200お願いします。ポンチュータに200。ボコボコにすっから、いや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 、ボコボコにされっから。ちょっと待って、まだムーン、ムーン、あー、ウケるんですけど、このお肉屋さんウケるんですけど、さあ、ミナミがポンチュータに200。さあ残り2分少々で切ります、2分少々で切りますよ。さあ枠も変わります、枠変わるまで受けます、枠変わるまで受けますよ。マジ、え、マコ落ちてるけど、やめて、回線落ちやめて、マジ。はいはいはい、島田、はい、ポンチュータ400、島田がポンチュータに400。
言うといいよ。ただどっちにいくらって言ってほしい。ちょっと待って、マコ落ちてっけど。島田が400。さあ間もなく締め切りますが、はい、アラさん、さあのんちゃんどっちにいくら。なんでこのパーティーチャット誰も俺に返してくんないの。ポンさんに300でいいかな。アラさんがポンチュータに300。さあ間もなく2先、さあ間もなく開始いたします。よろしいですか、よろしいですか。うーわーお前、そのお前ふざけんなよ。1000万俺払うんだぞ。さあでは間もなく締め切らせていただきます。さあマコも復帰したので、さあ回線落ちしたら、回線落ちした人に1000万もらおう。さあのんちゃんどっちにと言ってんのに。はい、証券さんいらっしゃい。え、コミさんかありがとうございます。つけに30万。2000万いく？2000万いく？2000万いく？いや、盛り上がるんだったら俺は2000万いきますよ。した。倍率付けしますよ。
違う違う、2000万は総取り、いくらか決める。なるほど。いや出せても俺3000だな。さあちょっとアンケで決めましょう。これはいや4000はきついっす。これアンケで決めます。みんな空気読んで、空気読んで。俺本当にそんなにお金ないよ。ポンさんほどお金ないよ。フィクサーじゃないよ、フィクサーじゃないよ、お金ないよ俺。お互い2000かけたら一緒よね。だから、総取り額、要はポンチュータと、待て、俺がお互いにその今1000万から3000万出して勝った方にあげるっていう形になりますね。いや空気読んで、空気読んで。お金ないよ俺、お金ないよ、お金ないよ。さあ5秒前、4321。おふざけんなよマジで。ふざけんなよ。おーい、おーい、嘘でしょ。でこれ賞金なしでいい。いや負ける気はないよ。いや勝てばいいんだよ。でもほらちょっとね、いいよ、この3人はさお金出さないからいいよね。なくて OK、 いいんすか。そうね、どこに出るんだ。バーがどこに出るんだ。さあ始めますよ。じゃあはい、広告、合田商店一同さん。ありがとうございます。これは、島田でいいのかな。はい、じゃあ、OK。このまま行きたいと思います。おーし。よーし、いきますか。3000万総取り対決いきますか。いくら持ってんだ。もう
って3000万とか超怖え。よし、でも勝てばいい話やりましょう。ポンチュータ儲かってんな。緊張する、すげえ緊張する。4位にランクインしたとか言って。 OK、 じゃあポンさん22サバでお願いします。真面目に職人やってる人としない人の差だな。アンケ消して。アンケ消す。アンケのここに。はいはいはい、あれ？これ放送映ってるよね？映ってるよ。OK。やべえ、超緊張してきた。これはやばい。さん3000万損するの決定なの？え？うん？いやー。島田ボンボン。行きますか？行きますか？島田ボンボン。行くか。あれ？来てなくね？ポンさん22サバで。え、ポン、あ、いた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 。いやー、始めます？ちょっと待って、一回作戦会議させて。一回作戦会議させて。ちょっと作戦会議。30秒待って。二先ね。ちょっと待ってね。さあ、じゃあ始めたいと思います。大丈夫ですかね？大丈夫ですかね？はい。行きたいと思います。よーし。この人たちノーリスクだからね。本当にやめていただきたい。いきます。こっち一戦しか練習してないんでね、ちょっとセンス見せていこう。センス。さあ、いやー、緊張する。
神様お願いします。やばいやばいやばい、超緊張してきた。やばい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 、大丈夫？俺大丈夫？大丈夫？いや、ライブの方が楽、ライブの方が楽。さあ、行きたいと思います。じゃあ、大丈夫、リラックスして、リラックスして、うん、自分に聞かせます。そう、いつも通り、いつも通りで行くよ俺は。うん、やべ、俺音楽流してないね、音楽流し忘れた。いいやいいや、いや、ちょっともう無理だこれ。むしろない方が緊張感あるでしょこれ。ちょ、ごめん、今いじれない、いじれない。いやー、間に合わねえか。うわ、落とされた、やばい。やばいな。大丈夫、まだ時間ある。よし、フェンリルが溜まって。ああ、落ちた。うわ、マジで。
いやー、きつ。縦がとか、やーばい。あと一戦ね、あと一戦ね。やーべ。落ち着こう、落ち着こう。オッケー。オッケー。ちょっと待ってね。いやー。そうだね。いやー、スカイプかけてー、スカイプかけてー。あ、ちょっと待った。これ、延長大丈夫？ギリ大丈夫か大丈夫はないかだな。やべ。あ、鳴ってない？ごめん。いやー、ここは勝たないと。オッケー。落ちるんだ。あれ、ポンさん行かないの？
え、なんでこんな点差ついてんだ。あ、マコ落ちた、ノリも落ちたのか。OK。 やうん、これどうすんの。いや落ちるか俺。OK、今だ。あーボケ食らった。ピピンさん、やばいっす。やばいっす、やばいっす。うわ最悪。ポンちゃん、マジかー。さあ皆さん、入ってなかったですね。ドラクエを始めて1年が経ちました。あ、どうだった？私が外に出たということは、結果がわかると思います。この1年いろんな出会いがありました。ポン・チュータという人は僕を最初にコロシアムに誘ってくれた人でした。そこから約半年コロシアムをやり続けましたが、どうやら僕の伸びしろはもうないようです。せっかくスケコロルームの皆さんをね、有名にねしていければなって思ってます。ごめんなさい、ちょっとごめんなさい。ちょっと配当の配当お待ちの皆さん、ちょっと待ってください。
画面が見えない。画面が見えない。半年経ってポンチ歌と戦う時もあったんですけど、まあ1年という節目だし、まあここはポンチ歌とリスナーが求める額で、あと12分待ってください。ポンチ歌と3000万っていう大金で、読んではいないっす。金くれ。ちょっと待ってろ、こっち3000万負けてんだぞ。あ、引っ込んだ。いろんな思い出がありましたね、ドラクエを通じて。シンジとバンドやったり、社長と大会出たり、そっちのボリュームのさじ加減だろうよ。ちょっと待ってろよ。でもなんかドラクエをやってて、なんていうんですかね、ダイスでね、5000万ぐらい負けたこともあります。でもこんなに悲しい、こんなに悲しいことは今まででないっす。一番、今までで一番悲しいかもしれないです。悔しいかもしれない。でもなぜでしょう。心はすがすがしいんです。僕の伸びしろはもうないのかもしれないです。もう明日のスケコロもちょっと、どうしようかと迷ってるぐらい、もう明日が見えます。ということで、配当お配りします。さあ、ポンチュータグ、これみんなね、一回郵送の方がいいかもしんないですね。これね、郵送できるのは、どうしようどうしよう。まあ、いいや。じゃあ払ってこう。長えよ。ポンさんは、ポンさんは、郵送でいいよね。まず、朝日から220。はぁ。貯めても貯めても、貯めても貯めても減ってる。いつになったらレンダーヒル使えるんだろう、俺。カタラーヒルズとかいらな。みんな気づら。どうしよう、明日からミニマム上げていいかな。事情があってさ、ミニマム上げないといけないっぽいんだよね。なんか明日がなんかミニマム上げた方がいいんじゃないかみたいな、上げないといけないみたいな、そういう流れってあるじゃん。さあ、ということで今日のスケコロはこちらで終わらせていただきます。自分の曲をって言われても、ありがとうございます。あ、ちょっと待って、今いくらムーが
あれ、島田は、先輩ウィーに渡せばいいの？それとも、南さんに渡せばいいの？っていうか風超積んでたよね。いい、この悔しさをねバネにね。足股は先輩ウィーでいいのかな。はい、先輩ウィー、はい、アラさんも送ろうか。じゃあポンさんちょっと待ってね。あ、でも俺伸びしろあんの僧侶なんだよな。もうレンジャーは伸びしろがない、ね、そう、ディープインパクト的な。さあ、じゃあアラさんが330万とか超でけえ。明日から梅干しとご飯だけだ。さあ先輩が440万、センパウィーね、センパウィー。そしてまずポン・チュータに、あ、そっか、俺が下ろしてないのか。ポン・チュータ腹黒いから負ける試合はしないよ。いくらだ。これが4400の3000返しての、俺が3000だから1億400万かな。あー、なくなった。1億400万とか言って、え、1億400万だよね。4400の、うざ。1億400、いいだよね。1億400。あ、違うか、こっちか。1億400万、123の1234の4。はい、乾杯です。完全に負けました。さあポンさん、写真撮りましょう。ポンさん、あと2ヶ月待ってくれ。あと2ヶ月で追い越すから。はい、ということでありがとうございました。負になったらどっちでもいいやん。ボコボコだよ、次はもう。はい、ということで本日のスケコロ以上となります。ということで、ポンチュータ軍3000万総取り、お見事でした。
さあスケコロ参加してくださった皆さんもありがとうございます。ピッコロからダッサとか言ってさ、さあ社長さ、自分出ないくせにうるせえんだけど。はい、ということで以上です。ちょっと明日スケコロ考えます。体調不良により休む場合あります。いやいやいや、次フィクサーだな。でもフィクサーの周り強えんだよな。人生2度目の破産しとこうかな。はい、ということでありがとうございました。また、放送やるときはツイートさせていただきますので、よろしくお願いします。で26日、金曜日は、ベイジャングルでスケさんバーやらせていただきますので、ぜひぜひそちらの方も遊びに来てやってください。そして3月4日、フレンチレストランでもライブがあります。ツイッターにも載せます。さらに、ヤーマン CD、 ヤーマンバンドの CD、2曲入り2000円と、久賀とおばた今流れてるブルーという曲が入ってる、久賀とおばた1枚1500円、郵送も、郵送販売も行っておりますので、興味のある方は、コミュトップに書いてありますので、そちらをよく読んでご連絡いただければと思っております。バーの告知は今しましたよ。時間はまた、載せていきます。詳細はちょっとツイッターの方とかで載せていきますので。はい、ありがとうございました。ということで以上、お相手はスケさんとパンチュ。いねえのかよ、いねえのかよ、ハティア来ちゃったよ。お相手はスケさんとハティアでした。ありがとうございます。相当ひどかったらしいな、わらわら。いい気になるなよ、彼様でした。